いいステップで、今日新年一発目だから、まずこれ100回、ね。あ、100回できない人まだだよね。そう、100回できない人はまずは自分の最高記録を目指して頑張ってください。100回超えたらレベル2で、最高記録超えたらどうするんだっけ。そう、シューコーチに行ってください。で、レベル2見てください。レベル2はインステップ、アウト、インサイド。あ、ミスった。はい、1、2、3、4、5、6、これを30、これ30で、これ終わったらレベル3新しいやつ。片足ちょんちょん2回、左足1回。 OK? 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。これ片足は足つかない、ちょんちょんついていいよ。ちょんちょんやったらつく。これを50回、これがレベル3。 OK? ここまで終わったら周コーチに教えてください。 OK ですか？はい、行きましょう。分かれてやっていきます。あ、いつも1枚やってる子、はい、誰で。OK、いつも1枚やってる。あ、リキトと、翔太は2番の方やろ、今日2番で、はい、いつもの1番。ビュートもこれ最初まず2番。 OK、 今度も2番。はい、まあ1番、OK、 ビュートもこれ2番。 OK、 あとは全員1番、リセ1番。OK、 で、分かりましたか？ OK? はい、OK、 で、まず1番の子は何やるかっていうと、足の裏のタッチをもっともっと良くするためのドリブル練習で、これやったことない、結構難しいと思うから一回覚えてください。いきますよ。右利きの子はロール、ボール横に転がして2回いよ。1、2、小指小指ロール、 V ターン V ターン止まる。これで1セット。 OK、 もう一回いくよ。横に2回転がす、小指小指転がす、 V ターンから V ターンで止まる。 OK、 これで1セットで、向こうに行くまでに最低でも2回やってほしいね。次左利きスローバージョンいくよ。レントだね、これレント。左利きの子はこっち側に1、2、小指止めるで、マイナスに軽く蹴って転がす、 V ターン V ターン止まるっていう感じ。 OK ですか？はい、もう一回相手作ってやります。じゃあユート前にね、はい、ユートが相手やったら、相手ってこんな感じね、横に転がす転がす、小指止める。で、次のタッチ大事、ちょっと斜めに出す。そしたらボールと相手の間に自分の体を入れる。で、斜め前に転がしたらビューと来るから引いて、左足のインサイドでボールこっちに出す。で、ユート取りに来るじゃん、そこを逆に出して相手を突破してる感じ。 OK ですか？はい。いいやり方は、取って転がす、取りに来る、で、こういう感じじゃんね。これ転がした後しっかりボール引きたいよね。なのでみんなここ強くやりすぎちゃって、いや強くやりすぎ、こう動けなくなっちゃってる、ここね。だから引く前、 V ターンする前の前に転がす強さはあえて軽くやってあげる。そしたら余裕があるからしっかり引けるから、で最後もしっかり引けるからね。 V ターンする前のワンタッチはそんなに強くやりすぎないこと。 OK ですか？はい、はい、持ってよ。で、はい、2番の子で、翔太コーチの練習もう1回シュートをスローいくよ。はい、よく見えた、見えた、見えた方がいいよ。いくよ。こっからまず左斜め2回ちょんちょん、またぐステップ、次の小指は軽く出す。で、ボールを転がしたら右足をついてから小指足の裏、どう、リキト、OK? 分かった、もう一回行く、リキト、チョンチョン、シザースステップ、小指転がす、小指足の裏、 OK、 全部右足ね、全部右足。これもう一回意識してやりましょう。はい、行きましょう、レッツゴー。最後、1番の子たちはいいですか、皆さん、ダブルタッチ分かりますよね。普通ダブルタッチって相手が前にいて前に進んだりとか、もしくは横に逃げたりじゃん。でも今からシューコーチ教えるのは後ろに下がるダブルタッチ。 OK? で、相手と距離を取る、分かる？相手が来た、やばいっていう時にさ、よくさ、これない、小学生でもこうやって下がる子、これ絶対バレちゃう。だからこれをもっといい下がり方、これを教えますから。はい、いきますよ。はい、1番のね、まず触んね、ほら、足前ね。
から親指親指小指止まる。ダブルタッチから RWS タッチにして、ラボはダブルタッチ親指小指止まる。こんな感じ。拍手は OK。 よかったね。でこれどういうイメージかっていうと、じゃあ春馬がいいね。そう、春馬が相手前います。で別にこれ試合中全部通して使わなくてもいいんだよね。この差があるっていうのが一番この練習大事なところ。親指親指で小指出しました。抜ければ抜いて OK。 でも無理だ、キャンセル。はい、この状態、右足が前左が後ろ。1回目のダブルタッチで斜めに下がる。で次 RWS タッチを入れて自分の体を前向く、自然と。でラボはダブルタッチで移動する。はい、次の親指でスーってゆっくり下がる。はい、言ってて、せーの。でそっから春馬動くから一瞬で止めボール出して相手を抜く感じ。 OK？ はい。あ、これちっちゃい。 OK ですか？はい。あ、左来ましたよね。右足前で親指親指小指キャンセル。そっからダブルタッチ下がる。で RWS タッチで前向く。ラボがダブルタッチで止める。左足の指でスーってゆっくり触って小指一瞬でボール当てて抜く感じ。オッケーですか？はい。はい、これはユウトも。オッケー、ソラも。はい、まず次2番の子たち。はい、いきます。2番の子たちはね、ダブルタッチやるんですけど、相手を抜くんじゃなくて、相手を動かすため。スローモーションからいくよ。いくよ。ラボバ、一回座る一回座る。ラボバ、ダブルタッチ小指足の裏。意味わかった？ちょっとオッケー。オッケー、次行こうよ。これラボバっていうかね、もう行くよ。ラボバダブルタッチ小指足の裏。触る順番に行くと、行くよ。右右右左右止める。オッケー。最初ねここで右右止めちゃう。でこっからはい、次何なんだっけ、リキト。次はダブル、そうダブルタッチ。はい、次ショータ。次は小指で足の裏。これをひたすら繰り返し。じゃあ2番の方、お手本やってくれる人。はい。おー、じゃあルークトにしよう。ルークトお手本やっちゃって。はいよ、ルークト。はい、止めて。ラボバー、ダブルタッチ、小指。うまい、もたえてルークト。まだ2年生、やばい、スーパー。ラボバー、ダブルタッチ、小指。拍手、素晴らしい、ダブルタッチ。天才、ナイス。これを広がってやりましょう、任せる。OK ですか？はい。はい、行きましょう、レッツゴー、ゴー。ナイス、グッド、グッド。いいね、アツト、ダブルタッチ、緩急。ナイス、アツト、グッド、素晴らしい、タッチ、ゴー。そう、横置き。はい、そこから後ろ、そう。そう、後期、後期、後期。もっとボール強く触っていいよ。もっとボール強く触っていいよ。ピックアームロー。ナイス、止まる。ダブルタッチ、R、ダブルタッチ。そう、グッド。ダブルタッチ、親指。ナイス、ダブル、グッド。ナイス、そう。ショーター、ショーター、ショーター。ダブルタッチ終わった後、左足を半歩ずらしてごらん。オールしたったらずらしてあげる。そしたらもっとやりやすくなるよ。そう、ナイス、カズヤ、グッド。ダブルタッチ、カズヤ、ダブルタッチから抜けてる。そう、シュー、オッケーオッケー、失敗したと。イブ、イブ、イブキ、ボールをイブキ、ここに置かない、ちょっと前に置いてあげる。前に、いいよ、リキト。そう、そう、リキト天才。ナイス、リキト。いました、ひなた、ひなた、ひなた。ダブルタッチ終わったら半歩ずらす、半歩ずらす、足ずらしてあげる。ナイス、アムロ、グッド。そう、いいよ、ダブルタッチから。いやー、惜しいな、サーチからずらす。そう、こうもナイス、もう一回。はい、ラボを動かす、こっち動いた瞬間に、そう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 。はい、コンビネート。あ、ラボは抜けてる。ラボバ、はい、ダブルタッチ、小指。ナイス、ミネート、もう一回。はい、もっと強く強く、そうそうそう、しっかり自分の体を動かして。ラボはこっち動いたらこう、そう、ユーア、グッド。ナイス、ショータ。そう、ヒビ、ナイス、もう一回。はい、はい、キャンセル。はい、下がって、そう、ヒビない。はい、そう、ヒビとグッド。はい、いいよ、ナイス、アルマ。いい子、いいね、グッド。はい、レッド、ナイス、レッド。はい、そう、下がって、レッド。ここからレッド、1、2、3、止まり、キャンセル。ダブルタッチ、RWS タッチ。ラボバ、ダブルタッチ、親指からドン。そう、レッド、相手力って一番強く下ろ、強く下ろ。はい、オッケー。ドリブルからのパス、ワンツーの練習します。はい、行きますよ、一回下がって。
はい、まずこっから薬指小指ね。はい、ちょんちょん、ダブルシザーズ、シザーズ。で、ドリブルしてたら小指で、ゆっくり、ゆっくり、パスして、パスして。もらったら、パスして、こっちに。オッケー？意味わかった？はい。わかりました？はい。はい、いきますよ。で、これどういうイメージかっていうと、で、カズヤ前。これ、カズヤが前。ね、じゃあ、シュン。あの、オレンジの曲がってるね。で、カズヤがいます。まず、トップスピードで、ちょんちょん2回。最初の、2回のシザースは相手の足を止めます。2回またいだと薬指小指でチョンって触ったら右またぎ左小指強くで、カズヤついてくるから小指で止める。半歩ずれる。ここ大事。いい？ゆっくりちょっと下がる。で、アムロ見とく。アムロにパスさせたらアムロの背後回る。そしたらシュンってこのボールに反応する。だからこれトラップの練習なんだ。いくよ。パス出して、アムロここにボール出して。出したら、このままボールをパスして、こっちに出す。そしたらもう、シュンもかわせるじゃん。わかる？パス出した後、スピードを落とさないで、最初のタッチで相手をかわす。もう一回。これも、正面向かないんだよ。あえて、カズヤの足を見ながら、おびき出しといて、出して、ここで、こういうふうに。で、相手をかわす感じ。OK？ はい。声ちっちゃくない？ OK ですか？はい。で、左っきの時、アムロ動いて。アクトとかレンと、あとアムロね。左っきの子はあっち側に来たんだ。マスターです。チョンチョン、ダブルシザース。チョンって触る、またぐ小指。ドリブルしてって、小指止める。ここは、早く下がる、ゆっくり下がる。どっち？どっち？ゆっくり下がる。で、アムロみたいにバス出して、左足のアウトでこっちに行ける。これでおしまい。OK？ はい。はい、OK。で、次2番の子、はい、手挙げて。はい。2番の子たちは、はい、いきますよ。アムロ持っていいよ。2番の子たちはボール1人1個。まず、いくよ。カラーコーンが相手です。右っきの子、港見てて、港。港見てよ。はい、いくよ。向こう向きます。こっちから向こうに行くときは、向こう向かせた。あっちから来るときは、こっち向き。相手が横、右にいる状態。OK？ 一回入るよ。こっから、ダブルタッチ、ラボはダブルタッチ。ドリブルしてたら、ダブルシザース、小指で抜けていく感じ。意味わかった？どう、リキト？ちょっとむずい？わかった？まだ ?OK、スローモーションでね。こう来て。はい、ここに相手いますね、最初。相手いるから、これマジで使えるから。ここでさ、よくある小学生。こっから相手足出して引いてこうやって前行こうつって取られちゃうね。でも同じ技をやるんだけど、この V ターンする前にダブルタッチで下がってある。下がるとここの一瞬のスペースできるから相手に触られない。わかる？これもできるでしょ。で、相手じゃあさ次こっちの方にね。はい、読んできたらはいこっち。わかる？今やったのは2番目の方。 OK？だからスローモーションでいくとダブルタッチラボ。はい、次はそうダブルタッチで上げていく。で、2人目がいるから右足から右左小指こういう感じ。 OK？ はい。これをじゃあカラーコーン任せていただきましょう。はい、レッツゴー。いや、トントンラボは、はい、ドラクションス早くグッド。はい、小指とかゆっくりだよ。ゆっくりゆっくり、そう、意味ナイス。グッドヒビとソラ。私もうまくないっす。うまいっす。ナイス。めちゃくちゃうまい。いや、うまっ。グッドひなた2回。ひなたタッチ、ひなたタッチタッチ。走って、ひなた走って、ナイス。まず1番の子いきますね。ちょっと難しいです、皆さん。この練習はちょっと難しいです。 OK、 いきますよ。まず小指でボール出す。そしたらこれマイナスに下がる。そしたら2、3、4、ラボはスパイラルエッジ、ドリブル、そしたら間をグーですと。はい、最後またいでこっちから。これうまっ。ええ、うますぎない？びっくりしちゃった。シュークをしてもサッカーうまかったと思って。しゃー、気づいてなかった。危ない危ない。今のこれ一発でできる人お手本。ノーこれできる。やっちゃん、やってみろ。カズヤチャレンジャー、人生チャレンジャー。えあ、もういいよ。あれ、近くでボール持って
手で持ってこっちに投げて飛び込むんだよ。いいよ。そう、こっからうまい、スパラレッジ、うまい、小指止めて、はい、ルーレット、うまい、またいでワンビート、あー、でもハッカズヤタッチ、めちゃくちゃいいじゃん、カズヤが素晴らしい。これをやってください。ボールをして、で、まずやり方ね、はい、いきます。ボールをこう、キーパーからバーって蹴られたイメージ、小指のタッチで膝から下、こう、後ろ戻る、逃げる感じ、相手からで、相手後ろから来るから、こっから1、2、3、4、分かった？足つけないよ、軸足通し、1、2、3、4、 OK、 そう、2世、そのままそうで、左足も取る、左足、そうで、ラーボンはで、親指でボール触って、足つかない、またぐ、親指触る、で、相手ついてくる、ブロックで、小指で止める、そしたら2人の間をルーレットで、またいでワンビートって言って、 OK ですか？はい、これ、じゃあ OK ですか？はい、はい、左利きの子いきます。左利きの子を履いてあげて、これどういうイメージかあるね。じゃあ、ほら、ほら、で、さ、シューあっち行って、左利きの子はボール来るから逃げる、トラップで、後ろから来るから、1、2、3、4、ラボで、親指でさ、足つかない、また親指強くさ、ついてくるから小指でブロックで、ここにボール出す、シュンと張りまくる、ここを間を抜けていくで、最後またいでワンビートっていう感じ。 OK？ はい、はい、以上。何よ、はい、ゴーシュン君、うわー、いいボディフェイント、シュン、ナイス、グッ、レッツゴー、ナイス、アツト、うまーい、アツト、いいな、アツト、グー、取れてました。うわー、カズヤ惜しい、リック、リック、さあ来ます、ソラ君、さあ、ユキ危ないよ、うまー、ソラ、ナイス、ソラ君、いいよ、レオ行け、うまい、ナイス、ソラ君、ルクと真ん中行こう、ルクと真ん中、アムロ、ナイス、コークついてけ、うまっ、うまっ、うわっ、うまっ、なんか胴体ヒビといけ、レイ飛び込まないよ、飛び込まない、そう見ながら、レイと負けない、いやー、シュン、ナイス、シュン取られない、あっつやべ、うまっ、シュン、うまっ、うえ、ルイ、ナイス、ゴー、いけ、レント、いけ、ゴー、うえい、レント、もう一回、リス、いけ、サンド、1対2だ、1対2、ゴー、プレッシャー、前向かすな、前向かすな、ゴー、ゴー、ゴー、うわー、ナイスターン、うまい、わー、うまい、シュート取り返すぞ、いやー、つといいプレー、アムロ、いい、アムロ、いい、はい、ナイス、ビブラッシュ、リキト、いけ、リキトやっていいよ、リキト、いっちゃい、ドリブル、リキト、リキト、いいチャレンジ、ユウト、いいよ、フミヤはどうしてもオーバーヘッドやりたい、ユウト、ナイス、あ、ファール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 、いいよ、いけ、レッツゴー、ひなた、いけ、ひなた、親指、親指、小指、ひなた、ひなた、いい、負けんな、リセ、リセ、強い、強い、ナイス、リセグ、リセ負けんな、ビビト、ビビラシ、見て、ビビラシ、ルキト、ルキト、よ、ビビト、細かいタッチ、レオ、レオ、